おはようございます。画家の小木曽です。第153回の鬼好評会を始めたいと思います。この鬼好評会は、画家でありますおじさんが皆さんから送られてきた作品をにあだこうだという作家の企画でございます。台風が過ぎ去って外は過ぎ去ってないのか。えらいのがやっぱ台風の雲ですね。ぜひぜひ、初心者の方もお待ちしております。こちらの作品からでございます。51歳男性の方、A4 MDF に、白味沿ってしまいましたと。 4A4 沿ってしまいました。あ、そうかそうか。写生画から踏み出したいシリーズ2作目、グラスの中に浮かべたツツジを主題として上部に脇役のアスパラを配して、右下部分を余白にしました。厳しいご意見もあるかと。いや、そんなないと思うんですけど、僕個人的にはこれ好きですよ。モチーフもなんか面白いなと思いますし、お名前もあれですけど出てるんであれですけども素敵な作品かなというふうに思います。影の描き方みたいなのがもうちょっとこううまいこといくとよかったのかな。どんな感じで、これもやっぱり写真を見ながら描いたのかな。なんかこう影が少し何かあんまりこうリアリティを持って見えてこないなっていうのはなんでですかね。こう写真のせいなんですかね。ちょっとこう茶色っぽく写ってるのは こんな感じだったですか。茶色っぽい感じだったかな。ちょっとそこのところわからないですけど、でガラスのこう感じとかもそんな悪くないので、僕は個人的にはいつものなんか車とか描いてるやつよりは、好きですけどね。このガラスなんかも悪くないですよね。なかなかこうこの辺りの方がこう絵の具の構造を覚えてきたらすごく良くなるのになっていつも思うんですけど、なかなか構造を使いたがらない、使ってはるのかな。ちょっとそこがいつも気になるんですけど、何人かいますよね。3人ぐらいいるかな。僕の中では構造がうまく使えたり、グレーズとかをちょっと覚えたら、ものすごくこうリンゴの2日間で描いた動画みたいなの昔ちょっと上げたんですけど、あれなんかこう皆さん参考にされたらいいのにな。1日目と2日目がえらい違って見えてきてるのに、分かってもらえるんちゃうかなというふうに思ったりするんですね。まあこれももしかしてやってるかもしれないですけど、ベターっとこう塗ってある面とかっていうのとかも、なんかこう本当に微妙なグラデーションとかですね、明るいこう色面なんかも微妙なグラデーションとか、ほんの少しのこう違いとかをこう書き分けてあげたりとかできたらいいんちゃうかなというふうに思うんですけど、いやでもなんかこっちの方がなんか見て書いているような感じみたいなのは伝わってきますし、絵画にしようとしている感じも伝わってきますので、あんま過失してないですけど、ちょっと影との部分と少しだけこう影にあんまりリアリティがない色をやったりするからっていうところを過失してみたのと、大きなこう色面みたいなところを少しこうしっかりと塗ってみました。ガラスの中とかもなんかちょっといじってみたんですけどね、少し、この辺りがどんな感じになって、これガラスなのかな、ちょっとそこがよくわからないですね。これガラスなんですか？に、水を張って、土の葉っぱと、それを浮かべているのかな？なんかそういう感じかなというふうに思うんですけども。ほんとこう、なかなか構図も面白いし、上のこのアスパラなんかも効いてますよ。悪くないと思います。ちょっとずつ良くなってきていますので、なんか本当に、1日2日ぐらいで開けて、ちょっとこうなんかスカンブルとかグレーズとかベタ塗りもなんか綺麗にこう白味でやっているんですよね。なんかちょっとそのあんまりこう一日がきという感じではない、なんかちょっと複雑さみたいなのが出てきたりすれば、絵の具の質感みたいなのとかも出てきてもいいのかなと。次の課題は絵の具の物質感っていうのをちょっと課題に持たれてもいいのかなというふうに思います。すいません、ちょっと寝起きで昼寝をしておりました。次の作品です。こちらです。午前中に4本だから45分ぐらいを4本撮ってたら、やっぱあれですね、息切れしますね。鬼好評よろしくお願いしますと。松岡いつ子さんでいいのかな。愛車のミニクーパー乗ってるんですね。と秋、油絵、松田の絵の具かな。紅葉を描きたいと思っていたところ、息子が愛車のミニを描いてほしいと言ってきたので、家の前の公園に止めて描いてみました。このイチョウは8メートルほどの大きな木で、いつもイチョウをいっぱいつけてくれ、銀杏をいつも
いっぱいつけてくれるので、毎年拾って秋の味を満喫しています。息子は出来上がったミニを喜んでくれましたが、どうでしょう。道路の面積が大きくなり、持て余した気がしました。お肉好評お願いします。109回で公表していただいた映画、通っている絵画教室の発表展で入賞しました。ありがとうございます。これからも精進していきますということです。おめでとうございます。どの絵やったかな、おめでとうございます。すごいミニクーパーいいなと思いますよ。下の持て余してる感じもそんなにこうないかなと思いますけどね。いい作品じゃないですか。まあ、策はあったんでしょうけどね。僕、策こういうの意外とこう消したりしますよ。皆さんもこう、その辺はなんか絵なんで、適当に嘘つくやったらついちゃってもいいと思いますけどね。私なんかはこういうの、せっかくこう、いいモチーフやけど、この画面の中で、この策がすごいこう、大きい面積、大きいっていうか、道路が持て余してるというより、柵とか嘘ついて消しちゃってもええのになとか、これも僕のあれですけどね、好きか嫌いかで、皆さんもね、その辺は適当にやられたらいいかなと思うんですけど、なんかね、せっかくこう、これだけええモチーフ。で、逆にこう、手前のこう、持て遊んでしまったかなと思っているあまりに、なんか変なことしているなっていうのが、手前のこの道路のこうひび割れとかもこれかかんでもええんちゃうかなって思ったりするんですけどね。なんかこうそういうこうもう別にこう大きな面積があったらあったで全然絵ってそんな悪くないし、逆にこうそういうこう打足的にこうひび割れとか書いてしまっているんちゃうかなと。まあなんか手前なんかもう少し明るめのこう道路かなんかをビューッと書いてあげてもいいのかなと。絵ですから、嘘をついても全然いいんです。嘘をついてあげた方がいい時もあります。ね、ちょっと策とか消してみました。まあ、そんなところあってもいいじゃないですか。ピュッピュッ、もう一気策をなくしてみました。まあ、本当にそうしたら車もちょっと見えてくるんちゃうかなとか、柵とかっていうのがこう邪魔してへんかなとか、手前の道路なんかは別にも大きな面積でベタっとしてきてもいいんちゃうかななんておじちゃん思ってしまうんですけど、どうですかね。この辺のこう嘘のつき方みたいなのがね、もうちょっとこう皆さん、遠慮なく嘘ついてもええのになと。例えば空の面積みたいなのがちょっとこう大きいかなと思ったら、どっちかというと僕はこれ空の面積の大きさみたいなのがちょっと引っかかるかなと思うので、そういう面積大きいかなと思ったら、意図的にこうちょっと小さくしてあげて、要は上の空の面積と下の道路の面積っていうのがすごい似ているかなと思うので、空の面積をあえてちょっとこう小さくしてみようかなとかっていうふうにこうしてみても面白いかもしれないし、そうするとこうなんとなくこうイチョウというのがちゃんとこう主役にも見えてくるんじゃないかなと思ったりします。だいぶ大幅に変えましたんで、わかりますか。この辺は本当に絵を作るということをもっともっと積極的にされていってもいいと思います。イチョウなんかももっと大きい方がいいと思ったらもっと大きくしてあげてもいいと思いますし、ね、どこまでこうどこまでも嘘をつきまくってみましょうね。どこまでももうどこまでもつきまくってみて、ですね、どうなっていくかわかりませんが、もうちょっとイチョウを大きくしてやれと思ったら大きくしてみてですね、大きくしていきました。どん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 こう変わってきましたけども、だいぶ違うでしょ。ね。これやったら、作画、もういらんかなとか、もうその辺はもう皆さん本当に、送られてきた側はそんなこと作画あったないとか、絶対知らないので、見る人でそんな知らないので、絵がいいかどうか、木ももう一回り大きい方がいいとか、後ろの木もとか、もうその辺は、臨機応変に変えられてもいいかなと思います。はい。次の作品、絵の具の付き方とかすごいいいです。こちらの作品でございます。おぉ、なかなかこれもね、丁寧な絵ですね。よろしくお願いします。恵子さん。船橋長、在住の長野市出身と自画像スケッチブック31から8尾。前回目のデッサンを公表いただいて、いいですね。鼻と口もやってみて、やはり全体で公表していただきたいと自画像を描きました。バイオリンを挟みながら描いてみました。以前バイオリンを弾く人の絵を3回描いたことがあるんですが、顎の挟み込みの部分が難しく、頭の傾きの調整もとても苦労しました。バイオリンは顎のエラーで挟むような感じになるのですが、普通にしていたらあまりしない角度ですよね。確かにこうね、先生はバイオリン描いたこと一度ありますね。なんか出版物の油絵の描き方を一番初めに描いた大学の2年生か3年生の時やった時に、
バイオリンをが、を描くバイオリンがあったら見てみたいです。バイオリンがないからですね。で、あ、これバイオリンを、あ、そういうことなんやな。もっとなんかバイオリン強くてもいいですよね。なんか面白い、あの、あれなので、ちょっともったいないですね。なんかバイオリンせっかくやったら。若干全体的に明るいかなっていう感じがするので、もう少しこう暗くするところは暗くしてみてもいいですよ。まあ、こすったりしたら汚くなるかもしれないですけど、その辺はちょっと注意しながら、あの、こすったりして、人物に近いところだけでも少しですね。まあ、この方ね、あとプラス文章もあの下の方も読ませていただきました。よいしょ。で、消しゴムかなんかでギューッとこう消していって、僕やったら外側から書いていって、油絵でね、なんか書いて、もあれ大学の何年生ぐらいの時やったからあまりやりたくなかったですけど、まあ書いてみたら見たで面白かったですけどね。まあ、結局その絵はなかなか、まあ、売るのが難しかったですけど、佐賀の整形外科の先生かなが買ってくださって、すごい覚えてます。佐賀の方が買ってくださって、うわ良かったと思って、髪の毛もちょっとこう濃くしてみました。ちょっとね、思い切ってこうこれぐらい濃くしてみてはどうでしょうか。それによってこう基準がこうまた、もういつも言うてますけど、できてきますもんね。で、そこからちょっと鉛筆かなんかのツールを少し立てながらギコ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 書いてみて、あの硬い鉛筆で書いている表情とかは悪くないと思います。で、本当にこう思い切ってこうこれぐらいこう色つけてみて、まあなんかこう造形としてこうゴロッとこう形を描いてあげるみたいな気持ちで描いていってもいいかなと思いますので、少しこれぐらい描いたら、あとはちょっと線とかを活かしながらガガガガガガガ、今鼻のとこ描いてます。鼻の下のところの影とかを描いていきながら、鼻の横のこう影を描いていきながらですね、メガネのこう影とかも鉛筆で描きながらギゴ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 、あ、やっぱこう大変ですね。ギゴ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 しながら、少しハーフトーンをこうつけていっております。ハーフトーンをつけながら、その基準になる黒みたいなのを置いて、そこから鉛筆をこう立てながらグググググググ、いろんなこうタッチを使ってですね。で、まあ本当に僕らはもうある程度ですね、もうこう立体とかをですね、ギューッとこう出すためにこういうところにグーッとこう両線と呼ばれる線とかっていうのを、あ、これちょっと強すぎましたけど、これぐらい入れてあげたりとかしてですね、ビューッとビューッと、もうオーバーなぐらい、これぐらいこうダーッと入れてあげて、それで、手前側のこうあれとかを入れて、ちょっと思いっきりやりすぎてしまいました。ちょっと後悔しておりますけど、ビビ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 ビ、そうするとこう唇とかの、上唇なんてもうちょっとこう濃くしてあげてもええかなとか、あ、目なんかも奥の目とかももうちょっと濃くしてあげてもええかなとか、ちょっとその基準ができてくることによってね、ちょっとやっぱりあれなんで消しゴムでまた消したりとかですね。そしたら髪の毛とかもっといってやろうかなとか、ちょっと時間だいぶね、鉛筆デッサン面白いので、たくさんやりすぎてしまうところがあります最近ね。ピピ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 で鉛筆デッサンツール、ちょっとあんまりうまくいかなかったですね、すみません。ちょっと黒とか置くことによってだいぶこう印象が変わってくるかなというところがお見せしたかったので、少し頑張ってやってみましたけど、あまりうまくいかなかったです、すみません。ぜひぜひこう自分でこう頑張ってやられてみてください。顔のね、顔の意外とここのね、目の方、奥の方のとこのね、こういうところね、もうちょっとね、ぐーっとこう強くこう描いてあげてもいいんですよ。こういうところ描いてあげると意外と一番奥ができて、奥ができるとこう手前もっと頑張ろうとか思ってくるんですね。そうするとこの辺のこう目とかもっと頑張ろうとか思ってきたりとかするんでですね、ちょっとすみません、ごちょごちょ描いてしまいまして、描きすぎたかなと反省をしております。はい、ぜひぜひこの調子でまたデッサンも頑張ってやられてみてくださいね。まだまだいじってるね。気になって気になって。じゃんじゃん、うん、じゃんじゃんと、あ、はい、次の作品に行きます。こちらの作品です。
北のあれですね、狐さんですね、岡友さんということで、固定の準備、ご対応、いや大丈夫ですよ、本当にもう月に、ね、2回3回だけ労働させてもらってる感じですね。やっぱこの労働がないと本当人間としてもダメになりそうな気がするんで、毎回出していて、いや全然いいです。毎日動画で絵を学び考えることができるのは幸せです。 28×35cm キャンバスボードにアクリル、この作品も終作の一つですが、送る順がバラバラで、これは3ヶ月くらい前に描いたものです。今年2月くらいに北狐が家の前に出てきたものを、あーすごい北狐出るんですね、写真で撮りました。同時に、新見南吉の手袋を買いにの物語がイメージされて描いてみました。新見南吉さんっていうなんか本を書かれる方ですか。ただ狐と笹の画像しかなくて、窓の風景は夏の風景を参考に勝手に雪景色をイメージし、他は想像で描きました。形や色の甘さがあるかと思いますが、よろしくお願いいたしますということなんですね。いや、なんか本当にね、キタキツネがひょこっと出てきたりとかして、もう笹もね、あのなんか、また途中の絵やけど、笹の絵とか見せたいなとか、そんな絵を描いてますけど、背景の奥のこの、なんかあの窓と、そして後ろのこの景色なんかも綺麗ですね。白い絵の具の使い方いかんで、ものすごい良くなりそうな気がします。丁寧に白い絵の具をもう少しこう置いていってみて、今、キタキツネの周りのところとかにちょっと白い絵の具をこう、あの、雪ですね、丁寧に置きながら少しこう形を少しこう見せながら、していきますけど、笹なんかでも、もう本当にこの白い絵の具とかを、さあどこまで丁寧に置いていけるかということによって、ね、もう僕もこう笹を描いとるんですけど、今ね本当に見せたいけどやめときましょうね、編集がめんどくさいので。笹の周りの雪を描く、どこ描いたかっていうとこちょっと お伝えしますね。よいしょ、よいしょ、ピュッピュッ、この辺りに白を置きました。この辺りにね、ピューっと、そこのところだけですよ。ピッ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 。どうですか？なんかこう印象変わりませんが、ピッ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 。で、キツネの周りもちょっと白で大事に描いていきますよ。これで、これで、これね。キタキツネの周りのところとかに、大事に大事にこの白の絵の具を置きながら、大事に大事にこう置いていく、こう仕事をしながら、例えば耳の今下のところを描いていってます。本当にこれね、めちゃくちゃこれ物の周りのこう描き方によってすっごいいい絵になる可能性ありますよ。ギュ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 。本当にこの動画が公開されている前後ぐらい、あ、まあ、まだ札幌ついてないか、ちょうど出発前後やな、これ月か水、木曜日ぐらいかな。水曜日か木曜日にこれ公開してると思いますもんね。ちょっとこう、周りのところに、キタキツネさんの周りのところに、白いのを置いてみました。ちょっと印象変わりませんか？ピュッピュッ。こんな気持ちで背景の方とかも少しこう形の周りからしっかりとこう絵の具を置いて形を決めていくみたいな仕事をされてみてはどうでしょうか？ここでお知らせです。皆さんも、鬼高評価出してみませんか？初心者大歓迎です。早いうちの方が多分いいと思いますよ。メンバーシップになるには、本チャンネルの方のこちらの、メンバーシップの、登録というところから入っていただいて登録いただく必要がすみません。有料でございます。で、メンバーシップのみの、動画とかもございます。ちょっと初心者で恥ずかしいなとか、こぼてに出すので、みんなに見られてはまずいぞとかっていう方はそちらの方で公開とかもできます。メンバーの特典、いろいろございますので、よかったら皆様のご応募お待ちしております。次の作品はこちらでございます。おーほーほーほー、こちらの作品です。こんばんはと、いつも皆さんの絵を好評を見ながら勉強させていただいてます。とはいえなかなか身につかないのが難点ですが、よろしくお願いいたしますと。 M 河合さん、琵琶の実 36×26cm 透明水彩、水彩紙、詳細はよくわかりません。随分昔に買った紙が残っていたので使いました。今が旬の琵琶、枝から切ったものをそのまま描きました。背景に色を置こうか迷いましたが、白のままとして影の実を描きました。モチーフの周りを描くことでそのものを際立たせることの重要性を言われたように思いましたが、水彩画とするなら白のままではなく、やはり皿を描くなり背景には色をつけるべきでしょうか。神さんからは図鑑の挿絵のようだと言われまして、ご用お願いします。
まあ背景ね、まあ何も書かんかったらやっぱり挿絵みたいな感じになってしまいますよね。で、まあこう白の場合というね、白いこう紙の場合っていうのはやっぱり白の紙とのこう関係みたいな感じで、ちょっと一番上にあるこうところだけちょっとこう葉っぱを少し例えば弱めて今見ましたね。で、それによって奥行き、白とのぶつかり方みたいなのをね、こうしてあげるだけで、ちょっとこう奥行きが出てきたりとか、影のところの輪郭とかを少しこう、例えば強まってるところと弱まってるところを作る、一番下のところ書いてますよ、ことによって、なんかこう、モチーフから離れてるところと近づいているところみたいな感じとかっていうのが書けたりします。で、こういうことも、背景とのこう絡みっていうことなんですね。今どこ書いたかっていうと、だから別にこう白い白バッグ、確かにこうね、ちょっとこう絵としてはなんか弱いかなと、奥さんの言う通りこうなんか挿絵的な感じで、まあ、こことこことここを描きましたけども、奥さんのおっしゃる通りだと僕も思いますよ。ちょっとこう絵としては弱いかなと、だから描くやったらもっと描けばええのになっていう感じしますもんね。もうなんかこう琵琶のあれがあれ抽出ができ、琵琶のあれがもう少しこっちの方までヒューとこう伸びてきて、葉っぱもこの辺までヒューとこう来たりとかして、なんかね、少しこういろんなところに、向かっていってるような感じにこう書いてあげたりとか、琵琶の実とかももう少しこう取ってきてみたりとか、なんか結構大きなサイズ、26×何センチって書いてあったような気がしますけど、なんで、なんかこう、ちょっとこれやったらなんか寂しいなぁと思ったりしますので、もうちょっとこう、ね、琵琶のいい季節なんで、もうちょっとこう、数を書いてあげたりとかすると、絵になってくるんじゃないかなというふうに思います。いろいろね。この四角いこう白い画面でもこう何が大事かっていうと、やっぱりこの余白の部分っていうね、こういう形とか、こういう形とかもやっぱ大事なんですね。これも絵画なんです。これよくネガポジとかって言うんですけど、ポジはこのモチーフの方ですよね。で、ネガっていうのはこの隙間のことをネガって言いますけども、そのネガとポジのこう関係みたいなことを意識してあげたりすると、やっぱこれは作品になってくる。それを意識しないでポンとただ置いただけのような絵になってしまうと、それはなんか図鑑の、別に何かを主張するわけではなく、琵琶ですっていうことになってくる。そのあたりというところに作品か、田舎みたいなところは出てくると思いますので、背景白くしてもいいと思いますけど、ちょっとそういう意識は持たれてみてもいいのかなと思います。はい、次の作品に行きます。こちらの作品です。竹下優子さん、タイトル移り変わり、キャンバスサイズ76センチ×110、でっかいですね。作品への思い、街の様子や自然、そして自分の人生も同じように、移り変わりを残せたらと思い、先生の街並みを描いて絵に感動し描き始めました。追伸、先生の動画を参考に、遠近感や中間色の中間のグラデーションなどをどうにか理解できないものかと考えたり、学べる機会に感謝しております。いくつかの写真と記憶をもとに描いている途中ですが、途中の段階ですね、ご好評お願いしますということでございます。チャット GPT 政府が注意喚起、個人情報の何かが出てますね。じゃあこれは初めの段階はこうグリザイユということでこうやってらっしゃるのかなというふうに思いますね。オーストラリアですか、これはね。面白いですね。大事なポイントになってくるのは、まだこう途中の段階からこう、ね、色がついてくるのかなっていう感じですけど、ここやと思ってますよ。ここの水、これ水ですよね。で、ここのところをどう描くのかと、もうこの半分以上のこの大きなこの色面みたいなのをどう描くかっていうことがポイントかなと。モチーフがあるところっていうのはなんとかなるんです、意外と。なんとかなるんですけど、じゃあモチーフのないところとかっていう、こういうところのこう、もうベタにするんやったらベタで、グラデーションにするんやったらグラデーションで。で、それとなんか水のこの奥に抜けていくような、こう、ところの対比ですよね。こういう空もこうずっと奥に抜けていくような。で、おそらくここの二つというのが、すごくこう画面の中で、大事なポイントになってくるかなと思います。まあ、私は、まあ、これグリザイユでやる意味がどこまであるのかってちょっとわからないですけど、この方はどっちかというと水彩とかで現場でね、描かれてて、前回は一番最後の時に確か出てきたと思うんですけども、よいしょ、もうここの段階でこうグリザイユってやっぱりこう、僕なんか人間の肌とかすごい
いいです。微妙な色が下からこう透けて見えたりするときにすごいこうやっぱグリザユってええなというふうに思います。で本当にこう空のグラデーションというのと、ここの水のところのここのところをどういうふうに描くのかなということを、まあ、今の段階で自分の中でしっかりと意識を持ってですね、どういうふうに描くかなって、それがこう今の段階でも十分分かるような感じに、今空のグラデーションと水のところ少し明るくとかしました。そこのところやなというふうに思います。まあ、空をこういうふうに グラデーションをかけたようなベタにするかどうかは分かりませんけども、とにかくそのこの絵の中で大事なポイントっていうのは、まあ、普通に考えたらここなんですよ。ここのこうビルジングのあたりやったりするんですけど、実は難しいところはこういうとことか、もうな6割近くを費やしているこういう空、こういうところが大事やぞっていうことはどっか絶対念頭に置いておかないと、こういう絵ってすごい難しいので、こういうところが大事ですよということを意識しながらされてみてもいいかなと思います。あ、すみません、なんか鼻水出てんな。次の作品こちらでございます。なんでですかね。梅さん、生駒市、少女像、キャンバスボード、油絵の具、下地にジェッソ。5月1回目に公表いただいてデッサンを油絵にしましたと。50年ぶりの4枚目。わ、すごいですね。じゃあ、梅さんはいくつぐらいかな。今、28歳ぐらいかな。先生の人物画の配信を繰り返し拝見して描いてみたんですが、予想通りでした。塗り絵になっている。いい色が出ない。背景が描けていない。とうとう。ですが、油絵の具は筆のごとくまま、何時間でも描けるから楽しいものだと思いました。本当ですか。次はリンゴ1個から丁寧に描いてみたいと思いますということでございます。悪いところといいところがすごいはっきりしているなというふうに思います。いいところを言うと、後ろすごいいいですよ。この色の使い方みたいなすごいいいですし、一つ一つの混色みたいなのもいいなと思います。なんかこの辺にこう入ってきているような微妙な色なんていうのはすごいいいなと思います。ただやっぱり人の肌っていうのがね、やっぱりここのところで、ね、頭蓋骨を描いてしまうと、骸骨の目ん玉がこうあって、骸骨を描き上がったって感じですけど、尾骨があって、うんぬんかんぬんがあって、こうね、いう感じで、描いていってますけど、骨があって、で、この辺からキューッとこう回り込んでいくんですよ。うわ、めっちゃ書き寄ったでって感じかもしれませんけど。そういうこう回り込んでいくところみたいなのとかがちょっとこう見えてきたりして、で、それでかつ、少しだけこうね、稜線みたいなのを入れていきますけども、ビューッとこう入れていきますけども、少しこう見えてきて、かつこう反射光のところとかに少しこう違った色みたいなのが少しだけ入ってきたりとか、もう微妙にやってますけどね、微妙に入ってきていてですね、とかほんの少しだけいじりましたけど、わかりますかね。そうするとちょっと立体的な感じとか見えてきませんかね。で、髪の毛の方までその暗さみたいなのが少しこう繋がってきて、両線のこういうのが繋がってきてみたいなのが少しこう見えてきたりとかすると、まあ、ちょっとわかりにくいので少しオーバーに描きますけども、ビューと。で、そこのところの、ちょっとオーバーに描きますけど、それがちょっと見えないんですね。で、これ結構あるあるなんですけど、ちょっとオーバーに描きましたけど、これぐらいこう立体的にこうぐーっと見せてあげて、で、目なんかも手前側の目はやっぱこう影の中なんですね。で、ちょっとその手前側の目と奥の目の描き方みたいなのの差みたいなのをちょっとこう出してあげたりとかするようなところが少しあると、またまたいいのになというふうに思います。まあ、こういうこう本当にこうね、力みたいなのが本当にこう、AI とか時代にはある人には仕事は来るけど、ない人は AI が全部やっていくんやろなって僕なんか思ってしまうなと思ったりします。はい、こういうふうにですね、ちょっとオーバーに書きました。これでちょっと理解しやすいかなと思いましたので、ちょっとオーバーに書きました。こういったところと、あとはこう、まあ、久しぶりの油絵、50年ぶりということなんでね、後ろのところのこう、紫色っぽくなってる顔のところなんていうのとかの、輪郭のところのね、
こっち側があの明るく描くのはいいんですけど、ちょっとこうわざとらしくなりすぎてしまっているかなというところがありますので、ちょっとそのわざとらしさみたいなのは少し抜いてあげてもいいのかなというふうに思って、少しいじりました。で、こういった感じのこう、稜線とか反射光みたいなのを描いて、そしてこう、絵の具の質感みたいなのが今度出てくるといいので、頑張ってこう、絵の具の質感みたいなのもチャレンジして、絵の具をしっかり質感を出してみようというのを、ぜひチャレンジされてみてはどうでしょうか。頑張ってください。次の作品こちらでございます。おお、なんかすごい素敵な景色ですね。新家みきおさん、岩手県64歳。以内の一本桜。おお、こんなとこあるんですね。F855 の 300g ウォーターフォード、オフルベン、ポスターカラーの白。しばらくぶりの鬼コーヒーを出品ですと。岩手山を背景にした一本桜は県内にいくつかあることを知り、今回は八幡平市にある、以内の一本桜を撮影して描きました。コーヒーをよろしくお願いいたします。ということなんですけど。すごいですね。すごい景色やなと思います。手前の書いてあるこれ、すごいこう、なんかほんと木版画みたいですね。なんか面白いですね。手前のこの、田んぼの感じとか、よく書き込まれていて悪くはないなというふうに思いますけどね。なんか山も。で、ちょっとわざとこれ平面的に書いているのかな。少しよくわからないけど、なんかこう、この状況でこの桜の影が落ちているとなると、ありゃ、棚田のところとかももうちょっとこう影とかついてくるんちゃうかなというのが普通に考えたらわからないですよ。どういう光のあれになってたか。こう一本桜、向こう若干真上からか向こう側から光来てる感じがするので、なんか棚田のところのこう凹んでいるところみたいなちょっとこう影になってくるんちゃうかなと。いう感じがいたします。そして向こうの山もまあ平面的にこう見えてきて、そういう風に描く感じでもいいとは思うんですけど、例えば少しだけでも、例えば裾野の下の方とかだけは、ちょっとあれあんま出てへんな。よいしょ。例えば裾野の方とかグラデーションをつけてあげて、下の方だけは、ちょっと白く描いてあげようかなとかっていう感じで、なんかねちょっと白く明るくしたんですけど、そういうグラデーションをつけてあげようかなとかってしてあってもいいかなと思ったりします。空のところも微妙に青塗ってるんですね、これね。なんかせっかくこれ塗るんやったらもうちょっとこう塗ってあげてもよかったんかなと。全然抽出がこの青色でけへんな赤を抽出してますもんね。なんかね、空のとこちょっとまあうまくいくか分かりませんけど、ちょっとこう空とかも活かしつつ、これだけ大きい面積をあれしているので、空とかもちょっとこううまいこと活かせて描いてあげてもよかったのかなと。だいぶ描きましたね。どこかいたかちょっとお伝えしましょうか。よいしょよいしょ。空のところちょっとこれ青く塗りました。ここのところちょっと柔らかくこう白っぽくしました。で、こういうところに少し影を落としていきました。そういったところを描きましたので、よかったら、ね、べっべっべっ、あれ。ちょっとこの平面的な感じとか、空のこう面積が少し持ってないかなという感じがしましたので、そういったところを中心に解説をしました。どうですか？これでもちょっと印象、奥行きとかも出てきたかなと思います。はい、次の作品に行きたいと思います。こちらの作品でございます。わ、これもまた素敵な。ね。りょうこ57さんかな、真冬の朝焼け F85 キャン、ハリキャンバス油彩。いつも勉強になる動画ありがとうございます。自宅から見える真冬の朝焼けです。頑張れば、遠くに横浜、ベイブリッジが見れます。朝起きて、よし、今日も一日血糖値上げて頑張るぞという気持ちで、でもこれから仕事だしなという、ややナーバスな気持ち入り混じった感情で毎日眺めています。どういうこと？私の動画をってこと？何これはどういうこと？をっていうことかな。先生の動画を拝見しながら大きなハケでズバーザバーと叩き筆でトントントンと口に出して描きました。電線をどの程度描くか悩みかなり間引きしました。また
家のグレーズと書き込みも何度も繰り返した結果、同じ色になってしまいました。出来上がって同居している母に見せると、このお宅はご主人が丸々病で、奥さんが介護で大変なのとか、あ、このお宅はお嬢さんが芸大のピアノ科を出て、ね、防音設備が半端ないのよというので、じゃなくて絵の感想を聞かせてよなどと、お返したりして親子の会を楽しむことができました。鬼コーヒーをよろしくお願いいたしますということですけど、面白。めっちゃ面白いですね。ちょっとね、なんか僕もそれ気になったんですよね。こう、家のこう感じが少し色が似てしまったなと。朝焼けのこのグラデーションとかめっちゃ朝焼け、綺麗やなと思うんですけど、うわもうなんかもったいないなと、家のですね。少しこう色が似てしまったなっていうのと、ちょっとここのなんかベタっとした色みたいなのとか、少しこうもったいないな。わ、これね、ほんと多分構図かな。構図の問題かな。すごくこういいなと思うんですけど、こう大きくこう分割、こうほんと書き出しの段階の問題なんで、あんま言え、もうね、今更言うなよっていう感じ。ドーン置いて、ドーンと置いて、ね。こう、まあこれがこういう角度であって、ね、この辺がジューっと。本当にこういう線をこう引いてみたときに、こう、一個一個にできるこうパーツみたいなのの面積比なんですよ。で、なんかこう区切られた面積比みたいなのが、そんなに大きな違いがなくて、もうそれやったらば、もう本当に、ね、これぐらいで、家もこれぐらい、ね、で、この辺もこの辺とか、あ、この辺とか、あ、雲もこの辺とか、まあ、この斜めのラインがすごい難しいですね。どの辺に持っていこうかな。ビュン。ビュン。みたいな、こう。で、それによって、こう、できる暗い面積みたいなのとか、線的な動線みたいなのが、こう、どうなってるかなとか、この本当に、こう、構成みたいなのは、すごい、こう、この空、ものすごい綺麗なんで、ちょっともったいなかったなという感じがしますよね。お出だしの話かよって感じかもしれませんけど、この朝焼けを見れば見るほど非常にそれを感じるなっていうのと、ここの、色のグレートーンみたいなのが少しこう、もうおっしゃっている通り自分のこう、課題を自分で見つけられる方やなというふうに思います。そのあたりというのをちょっと注意しながら、特にこう、時間がすごいかかって、そのかかっている感じも非常にいいので、ぜひ構図に関しては慎重に、電線電柱のこの書き方はすごいいいと思います。もうそれ間引きしたかもしれませんけど、いいと思いますので、入ってきた線がこう、横の線がビュンビュンっていうので、一体一体1とかねもったいなっていう感じがしますので、線の引き方とかね、量とかそういうのはいいんで、ここに入ってきた線によってここの面積とここの面積同じぐらいになっとんなとか、ここに入ってきたことによってここの面積とここの面積同じぐらいになっとんなとか、そういうところとか、ここに入ってきてる線とここの明るさとここの明るさまた同じようになっとんなとか、ちょっとそういうことで大きいこう対比みたいなのをつけられてみてもいいのかなと思います。最後の今週最後の作品です。こちらの作品です。いつもありがとうございます。嬉しい日にリキテックスアクリル絵の具ジェスト白キャンバス 18×14cm ウッド双葉さん、個展の準備で忙しい中、大丈夫ですよ、時間割いていただきありがとうございます。55ぐらいでしょうか、対策に取り組むことになり、アクリルに挑戦するいい機会と考え、日々悪戦苦闘しています。とりあえず手軽なサイズから始めてみましたが、透明水彩とは全く勝手が違い、簡単そうに描いていらっしゃる先生を改めてありがとうございます尊敬しましたと。先生の動画と皆さんの修作を何度も見直して、なんとか出来上がった処女作ですと。絵の具も筆も使いこなせず、不満足な作品ですが、先生の声で少しでも前進できたらと思います。よろしくお願いいたしますと。アクリル初めてにしてはようかけてるじゃないですか。すごいですね。だからこう、アクリル絵の具のなんかこう、やっぱり質感とかっていうのは、まだ透明水彩とまだ全然違いますもんね。いつもね、素敵な水彩画なんですけど。まあ、これ構図がね、もう構図かえって話ですけど、上の面積こう下、もう影までやっぱモチーフとして考えてほしいと思ってて、やっぱ下のこう詰まり方っていうのが、ちょっとこう苦しいんですよね。だちょっとその詰まり方みたいなのが、ちょっとこれはもったいないなっていうのが、まず第一にあります。惜しいなという感じがします。で、まあ、これぐらいまで書いてからでも、なんかこう、アクリルの場合って、ちょっとこう、水で多めに溶いたりとかして、ね、いや、そうです、嬉しいですね。尊敬しますって言われましたよ。やっぱそうでしょ？なかなかね、
バーっとこう僕は薄い絵の具とかをかけて、例えば逆光感を出してみるとかっていうね、例えばこのワインなんかもこう逆光感なのか、どっちから光が来てるかちょっとわからないですけど、ちょっとこうワインとか、ね、お花のところとかに逆光感を出してみるとか、そういったこともしてみてもいいかもしれませんし、ガラスなんかもいいですね。これ書き方すごいいいですよ。あの書くとこと書いてないところみたいなの、あのその分けてあって、でそういうところもいいと思います。だからちょっとこう絵の具に関しては本当にこう、まあアクリルである程度描いてから透明水彩使うとかっていうのも一つの手かもしれませんので、僕はその辺結構こうできそうならばやってみてもええんちゃうかなとか思ってたりとかします。ちょっとねこう逆光感出してみたり、そこからまた、不透明の絵の具を置いてみようかなとか、まあとにかく深い色とかってちょっと出しにくいところ初めてやったらあるかもしれませんので、なるべくこう深い色が出えへんかなとかっていうふうに思いながら描いていかれたら、アクリル絵の具はいいかなと思います。ぜひそのあたり、あとはなんか質感物質感みたいなものを頑張って一回こういう背景なんかもキャンバス目がなくなるぐらいまで一回やってみようかなとかぐらいの気持ちで、あかんかったら紙やすりギコギコ磨いてみてもええと思いますし、なんかこうせっかくアクリル絵の具でやってるんで、アクリル絵の具でしかできない質感みたいなのにもチャレンジされてみてもいいかなというふうに思います。ということで第153回かな、まあ以上です。では、あ違うわ。チャンネル登録よろしく。